おはようございます、陣ひろしです。今日はちょっと暖かいです。あのルイージバレーエクササイズのコンセプト全体が決まりました。元祖スピリチュアルダンサー、僕のことですけども、陣ひろし、まあそういう本が出てるんですね。陣ひろしがプロデュース、そして世界で活躍の舞踊演劇団カンパニーストの芸術監督の川原崎健二先生が監修です。ルイージバレーエクササイズ、簡単に言うとルイージっていうのはダンスを使ったあのセルフ整体なんですね。そしてバレエダイエットなんですけども、この2つの強力なタグマッチで、あの誰でも簡単にあのダンスしたことない人も、あのとにかくあの死に合う方、あの生活不活発病の予防、そしてそういうようなウォーキングにっていうふうに、あの日常にあのこれマスターをしていただくと使える、ダイエットと整体のノウハウです。ですね、あのなぜダンサーが長時間踊れるかということなんですけど、簡単に言うとあの体幹、体の幹がしっかりしているということと、あの関節とかいろんなところに負担をかけないような動き方をしています。この間もお話ししたと思いますけども、首っていうのは、この頭っていうのはボーリングの大きさと同じ、あの重さと同じで4キロか5キロの重さで、それがあの肩にかかるので負担、肩こりになったりするんですけども、これを糸から釣られるような感じで頭を持ち上げ、首を長くすることで肩にかける負担を少なくしています。さらにあの骨盤をこう立てるっていうんですけど、僕らはこの横になったらこう立てるっていうんですけど、立てることで腹筋を引き上げることで支柱をあの上下から、あの支柱っていうのか、体の柱をこう上下から左、あの前と腹筋、後ろ前筋で支えるようにして、あの上へ置いてるんですね、力を。そして下へ向かって体をどんどんあの落としてって感じなんですけども、あのこの立ち方ですけども、立った時にですね、あのバレエの最初の時にこの足5本の足の指でしっかり床を足しなさい、あの掴むようにしてくださいと言われます。なんでそういうことを言うか、これをやることでこのあの筋力が強くなって、膝に対する負担があの軽くなるんです。ですからあのこういうことをやったりして、あのリハビリをしたり、ここのとこを鍛えていくっていうストレッチをルイージの中にあるんですけども、僕なんかあの、まあ、足でね、あまりお行儀は良くないんですけど、こうドア開けたりよくしてるんですね。で、あの信号待ちの時こうやってアップしたりダウンしたりすることで、膝ここのところが締まったり、あの腰も同時にお腹も締まったり、そういうことをあのルイージエクササイズではやっています。ルイージバレーエクササイズ、どなたでも歓迎です。あの5月の4日水曜日からいよいよ J28 スタジオでスタートしますが、あの電話番号は 03-3369-7486、 03-3369-7486、または陣ひろしの Facebook、Mixi、アメブロ、あのそれぞれ陣ひろし、Mixi、陣ひろし、Facebook って検索すると出てきます。あのご連絡ください。 Twitter でも構いません。そんなわけで、皆さんのご参加を心よりお待ちしています。5月4日水曜日 J28 スタジオ、いよいよルイージバレーエクササイズ開催です。ぜひご参加ください。それでは。